言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。もうすでにご案内の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、6月1日土曜日19時からウィズミュージック日テレの新しい音楽番組になりますけれども、こちらでナンバーアイが2曲披露いたします。おめでとうございます。共演者もとてもエモいというところと、あとサムネイルにある通りのこういう感じになっておりまして、あとねセンターステージにナンバーアイの3人が立って周りにお客さんが囲んでいる感じの、そういうのも今ウィズミュージックのツイッターでね、それで見ております。はい。で、共演者も非常にエモいというところがありますが、まあ、まず一番気になるのはくまモンですね。くまモンが一緒にどうやらゴートをやるらしい。あれでもゴートはヤギだがくまモンってクマですよねみたいな、別にゴートもねヤギというかもともと違う意味ではあるんだけど、まあただねヤギのイメージでなんとなく私は思って、やべえヤギっていうのもね常々ハッシュタグでトレンド入りもしておりましたから。はい。で共演者がですね、ビーツ稲葉浩志さん、そしてタイムレス、ストーンズ、ワニマ、そしてナンバーアイで、女性シンガーアイさんで、彩香さん、思いの丈ですね。エモくないですか。特にあのグループとの共演がエモいという形で話が出てますが、ストーンズなんかがやはりエモいというところと、タイムレスに関してもどうかなと、結構いろんな意見とかいろんなコメントをいただくので、どこまでが本当かどうかっていうのはちょっと分かんないんですが、ただストーンズに関しては本当にキンプリ時代から平野くん、神口くん、岸くんと仲が良くて、事務所を離れた後も結構ね慎太郎くんとかが平野くんのインラインにね、名前は出さなかったとは言ったものの現れてみたりとか、ちょいちょいいろいろな名前を出してくれたりとかしておりました。でまあ以前コメントいただいたんですが、まあその後もろもろあって、多分まあそこに関してはまたいろんな意見あると思うけど、私は彼に対しそういうイメージを抱かないので、そういう風にさせてもらいますが、まあタイムレスに関しても菊池風磨くんなどが岸くんとかと仲良かったりとか、そういう感じだというとこですね。まあこれについての議論は私は今回はいたしません。まあ今回はっていうか今後ともいたしません。感じ方は人それぞれですしね。はい、っていうことでございます。で、まあタイムレス、ストーンズもそうだし、あとワニマがいますね。ワニマはバンドですが、まあ陽キャのバンドでございますね。陽キャのバンドって言い方も乱暴かもしれませんが、2023年のロックインジャパンで初めてワニマをね生で見まして、お客さんも陽キャだし、ワニマの皆さんも陽キャだしみたいな、でもすごくしっとりと歌い上げる楽曲もあって、ただの陽キャじゃございませんぞと、そういうところも感じたりなんかしましたが、踊り狂いましたよ。はい。まあ非常にそれにダンス&ボーカルとかアイドルとかに関してもすごくね平等に公平に取り扱ってくださる人たちで、やっぱり真の陽キャっていうものはそういうもんなんですよね。ただうるさいだけの陽キャっていうものはね、あれ本物陽キャじゃございませんで、はい。別に陽キャ、偽物の陽キャに恨みがあるわけじゃないんですけども、ワニマはですね、今度その BE:FIRST がですね、ワニマの主催するフェス熊本でやるんですが、これも熊本ですね。そうか、熊本だからくまモンもその辺の流れで来ておりますでしょうか。はい。まあ熊本でやるフェスに BE:FIRST を出してもらえるっていうところもありつつだったりとか、それから INI ですね、 BE:FIRST と同じ日にデビューをしたK-POP 要素のあるボーイズグループですけど、ね、ボンの MV の関連の話で私も動画にさせてもらいましたが、ボンがね最速1000万という形を達成いたしましたが、それまでは日本のボーイズグループでは INI が1000万達成最速でございました。当然そのねリスペクトも持ちつつで、でワニマもね INI を非常にこうね可愛がっていて、そういうところもありました。まあ INI もリスペクトしつつですが、私としてはその BE:FIRST とも一緒にやってくれないかなと思ったり、 BE:FIRST も言うて陽キャなもんでね、きっと気が合うだろうなと思ったりして、なんか陽キャ多いなってちょっと今思って一瞬笑ってしまいまして、まあ別に今回のウィズミュージックは BE:FIRST は出ませんが、
まあストーンズのタイムレスも、まあタイムレスストーンズも陽キャじゃないですか、なんとなくですけど、なんとなくね陽キャ多いなね、まあそんな感じです。そんな感じでいいのかな。でまあワニマーに関しても BE:FIRST も今度起業してくれてよっしゃって思ったりとかね、スカイハイのラジオに以前あのワニマーの方来てたんでね、その流れで何かしらありそうだなとは思っていたんですが、きっとねナンバーアイのこともね今回気に入ってくれると思いますよ。あので本当にバンドとしてのというか盛り上げとかフェスでの盛り上げ方がむちゃくちゃすごい人たちなので、多分ねいろいろと皆さんも参考にできると思うし、あとやっぱり全然ねジャンルが違う音楽でございますんで、ワニマーもおすすめでございます。これねフェスに行ってね、まあ名前はもちろん知っていたんですが、あんまりこう聞くっていう感じにならなかったんですが、パンクとかの要素強いかなと思っていたんで、まあ実際そうなんだけど、私はそのヘビーメタルとかあのハードロックから入って、そこからあのレゲエとかヒップホップに傾倒していた人間なんですが、パンクミュージックというのはパンクロックはそんなに聞いてこなかったんですよ。ワニマをパンクと言っていいのかどうかっていうのもちょっとわかんないんですが、その要素はあるのかなと思っていたので、でもパンクなのかな、まあちょっとね食わず嫌いの部分あったんですが、ただねあのまあせっかくフェスで見れるから見ようと思ってね、そしたらめちゃくちゃ盛り上がったっていうところがありましたよ。はい、まああの疲れすぎてね、あのその後ワニマ見た後にねちょっとまったりしておりましたけどね、まあたまたまあの友達がいたもんでそこで話をしてたんで全然時間としては良かったんですけどね。はいはい、まあそんな感じです。その流れでまあとにかく楽しみですね。陽キャが多そうだなと思ったりして、で思いの丈はね最近あの本当にあのビルボードを含めひたすらバズっておりましてね、非常に素晴らしいですけど、愛さんも久々で、そういえば愛さんがハピネスと割ればっていう楽曲を入れますが、ハピネスと言ったら岸くんじゃないですか。なんかいろいろあのその辺も含めて面白いなと思います。偶然の一致と思いますけどもね。はい、まあ With Music はあまりこうねミュージックステーションとか Venue101 みたいな感じにアーティスト同士の絡みっていうのは多分ないと思うんですけど、でも同じ番組に出るっていうこと自体非常に面白い試みでもあるしね、いろいろこうね垣根を越えて壁を壊してっていう感じでやってってるんだと思います。そこの部分でねいろんなこととかあるし、まだまだね世界的に見てもまあ問題視されているところとかもありますけど、少しずつね少しずつ前に進んでいくしかないので、どこもかしこもねそこはあの希望を持ってやっていけばっていうところかなって気がしております。はい、というわけで With Music 楽しみですね。あの6月1日土曜日19時から2時間スペシャルということでございまして、まあでもねベスティの私としてはこれだけナンバーアイもそれから BE:FIRST もねいろいろと出ている流れの中で、で例えば BE:FIRST と King&Prince は結構共演もできてもして、あ中瀬くんあれちょっと体調不良でお休みされるって聞いて心配ですね。高橋海人くんがお一人でステージに立ったっていう話も聞きましたけれども、まあ、そこもちょっとありつつですけども、そう BE:FIRST とね King&Prince は結構一緒に出たりとかすることもあるわけですが、なかなかナンバーアイと BE:FIRST をご一緒しませんね。ただどうなんでしょうね、あのスカイハイ社長と滝沢秀明社長があの以前ねあのご飯一緒に食べたとかのもあったし、東京ドームの 2B 公演にスカイハイ社長招かれていたっていうような形の話も聞いたもんですから、なので多分なんですけどお互いに話し合ってこう何かのどこかのでっかいタイミングでナンバーアイ、BE:FIRST 初の開口、初の出会いみたいな感じにするのかななんて思ってますがね、実質多分なんですけどベスティとナンバーアイ担当は今の日本のボーイズグループの中でもまあ特に本当に勢いがあり、でその勢いがある上で特殊な位置にいるっていうグループだと思っていますし、ファンダムも勢いがあって特殊な位置にいるグループとは思ってます。ファンダム同士、ベスティとナンバーアイ担当の皆さん同士の交流というのはね結構出来上がってて、なんだったらあの小さい界隈ですが私のここもそれなのかなと思っていますが、結構ねやはり BE:FIRST の MV をナンバーアイ担当の方が見に来てくださったり、
ベスティがナンバーアイのね、あの MV とか見に行ったりとか、そういうのも結構あるようなんでね、はい、まあそういうことなので、どこで来るのかなっていうのを楽しみにしておりますわね。はい、というわけで、まあくまモンとのね一緒のゴートも楽しみだったりしますが、私もクマが好きなもんでそれもありますし、あと前言いましたっけね、母方は熊本出身だったりするんで、なんやかんや熊本っていう場所は結構思い入れもありましてですね、BE:FIRSTにはいませんが、弟グループのマーゼルにあの熊本出身のラン君という子がいまして、うん、なんか例えばラン君とナンバーイの3人ちょっと合いそうだなって今思ったな。はい、思いました。神宮寺君とかと合うかもしれません、なんとなくですけど。ダンス非常にうまい子なんで、ぜひ平野君たちともなんか TikTok とかで共演してくれるといいなと思ったりしますが、まあまあまあなかなかね。あ、前言いましたけど、龍樹君っていうねラッパーの可愛い子がおりまして、あの平野翔君が好きで、あの一緒に写真撮りたいみたいな感じで、ラジオでもね結構頻繁に行ってる、頻繁にというか何回か行ってるんで、はい、龍樹君も、はい、そういう感じです。はい、ちょっと話がずれましたが、まあ、ウィズミュージック楽しみにいたしましょう。ウィズミュージックのポストがあるので、そちらリンク貼っておきますので参考にしてください。そしてあのストーンズやタイムレスとの、まあ、共演とは言いつつもね、同じ番組にっていう感じかもしれませんが、まあいずれにしてもエモいですね。そしてあの彩香さん以外の皆さんが2曲ずつ歌うっていう感じで、音楽番組としてもなんかいらないようなコーナーが少ないというか多分ない番組ですし、そこもあのアーティストにリスペクトがあって良いと私は考えます、という感じでございました。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげさまを用いまして、登録者数私2万人を達成いたしました。ありがとうございます。本当に助かっております。ボーイズグループを日本から世界にっていう形で BE:FIRSTを中心に語らせていただいております。もともとはこだわりは持っていなかったんですが、新しい方も結構来てくださるというところで、登録者数が分かりやすく信頼につながるというのが人間ですので、数字で判断するというのがありまして、なのでこだわって今増やさせてもらっています。はい、 YouTube 登録は全部無料ですし、もし皆さんが登録しても通知とかは来ませんし、変なサイトにも誘導されません。そして私の動画が合わないと思って解除される場合も、私に一切通知は来ませんので、安心して登録していただければと思っております。3万人目指していきますので、まだ登録していない方はもしよかったら登録していただければと思います。一度解除した方でももう一回登録してやろうかなって思ったら登録していただけるととても嬉しいです。そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。では引き続き精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。